ここ食べはい今日は撮影の合間にヤンキーがケバブを食べるというとてもシュールなことをさせていただいたんですけれどもなんか皆さんあのヤンキーとケバブは相性がいいって現場の方たちが言ってくれてたんであの皆さんにどう見えてるか僕自身もすごく気になるんですけれどもあのぜひ素直に楽しんで頂い,いて僕が好きなものをただあの撮影の合間に食べるどんな顔して食べるのかっていうのを、まあ、楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますので。 今回はありがとうございました。ここ食べここ食食べ。べ、まあ。僕ケバブがもともとすんごい好きで週4ぐらいで食べるし今日もこの撮影があるの分かってたのに昨日の夜ケバブ食べたんですよ僕そんぐらい好きなんでまあ撮影現場で何かこうテイクアウトで食べたいものありますかって聞かれたんで。 ケバブかなって現場でケバブ食べたことなかったのでそれであのケバブを食べさせていただきましたなんかあのタレがソースがこうご飯に下がっていくんですよケバブのこうあの油とそのご飯がめちゃくちゃうまいんであのご飯だけでも食べたいぐらい美味しいんですそのケバブライスの方が圧倒的好きですね あのケバブは自分では作れないんですよ。なので、ケバブが好きっていうのもあると思います。だから、ケバブの味を再現しようと思ったことは一度もなくて、多分できないと思うんですよね。だから多分好きで、なんか特別感があって、なんか自分では作れないものだからこそ、なんかすごい好きになれるっていう感覚はありますね。ここ食べ。 ここ食べあのケバブを僕全好きなんですけど全然詳しくなくて基本的にこうまあ出前でよく出てくる店とか街でふらっと見たところを食べたりはするんですけど調べて「日本一美味しいケバブはここだ」ってサライケバブさんの名前が出てきたんでこれを機会にいただきたいなと思って本当に行きたかったお店にこう食べさせてもらえて嬉しいなと。 で今回サライケバブさんを食べさせていただいてすごい1枚が大ぶりワンカットが大ぶりなんですごいご飯に合うなと思って本当にこう,こうすごく僕が好きなケバブライスにすごく寄り添ってくれてるなぁと思いましたしこうビーフのうまみとかチキンのこう風味とかをちゃんと感じながらもこうケバブのスパイスの香りがちゃんと後から来るので。 なんか、いくらでも食べれちゃいそうな、スパイスに飽きが全く来ることがなくて、また食べたいなって思わせていただけるケバブだったなと思います。ここ食べ。ここ食べ。なんか、今、あの、撮影の現場自体は本当に夜ご飯の時間になるので、僕その時間にこう撮影しながら、あの、ただご飯をいただいただけなんですけど、 すんごく眠たいですね。はい。やっぱ味が濃いもの。普段家で食べてるものを今現場で摂取したので、あの、想像以上に血糖値がわ上がりして、あ、でも、こう、ふわついてはいるんですけど、ちょっとだけ仮眠して、あの、夜の撮影を頑張りたいなって思いました。ここ食べ。